アルゴスです。副業を実践に移している方々が現在急増中です。とてもいいことではないでしょうか。サービスを提供する分母が増えれば、それだけ人々の暮らしが豊かになる可能性が増すということです。ただし副業と呼んでいることをどうか忘れないでください。副業はあくまで本業に力を 100% 出している状態で、残りの余力で稼働させるものです。副業のために 80% の力に本業を抑え、セーブした残りの 20% で行うなんていう本業を侮ったやり方は、まさに本末転倒です。そんなやり方はこの厳しい弱肉強食の社会を渡り歩くことはできません。最終的にどっちつかずの成果で一生が終わってしまいます。いろいろな形態のお仕事が存在する現代、一概にはもちろん言えませんが、サラリーマンであるならば、本業で昇進し、給料額を伸ばしていくのも立派な戦略ですし、組織で上位を目指すという事柄自体も、人生を有意義なものとしていく価値観では、とても理にかなったことです。組織人である会社員には、至極ごもっともなわけです。どうか副業は本業に全力を尽くした上で、やりきった燃えかすの燃料で仕事終わりの1時間に行うようにしてください。もしくは週末を有意義にする別の形として行うのもありかもしれません。それではまた明日ね。